はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は JH 修行を兼ねまして北海道旭川市からベトナム最大の都市ホーチミンに旅行した動画のパート3です。皆さん、メコン川知っていますか？メコン川は全長約4000キロを誇る東南アジアナンバーワンの長さがあります。今回オプショナルツアーでメコン川河口にあります水戸市に行ってまいりました。中国とフランス様式の建築のお寺やメコン川リバークルーズ、南国フルーツや水戸市の名物料理ゾウミミ魚を食べてきました。それ以外にベンタン市場の様子やホーチミンのナイトスポットなどについても紹介しております。 4K 映像かつ20言語の字幕を選択して最後までご視聴いただければ幸いです。パート1の動画では北海道の真ん中旭川空港から羽田空港を経由してベトナムタンソニアット空港到着までの模様を紹介しました。そしてパート2の動画ではタンソニアット空港到着の模様や早朝からビジター利用ができるジム、市内観光やベトナム料理のフォーの人気店などを紹介しております。まだ視聴されたことがない方はこれらの動画もご覧いただけますと嬉しいです。宿泊したホテルの朝食会場の様子です。日本人は見ませんでしたが欧米人やアラブ系の外国人で賑わっていました。左上の写真には小さくて見えないと思いますが日本語でおはようございますが一番上に書いてあったんですよ。日本人のおじさんとしては嬉しかったですね。こちらではオムレツなども作ってくれましたしベトナムで言えばやっぱりフォーですよね。また南国フルーツもありました。私が食べた朝食です。前日にもフォーを食べましたがあまりに美味しかったので朝食でも食べてしまいました。こちらのフォーも美味しかったのでおかわりしちゃいましたね。ライムがありましたのでたくさん入れて食べておりました。それ以外にもスクランブルエッグや焼きそばみたいな料理、ドラゴンフルーツなど朝からいろいろ食べることができました。美味しかったです。レストランが8階にありましたが同じ階にタオルが置いてありました。狭かったんですがフィットネスルームがありました。ここでちょっとした運動ができるんじゃないかなと思いました。階段を上ると屋上にはプールがありました。私は水着を持参していましたが結局入りませんでした。それでもここからホーチミンの高層ビルがよく見えました。この日はオプショナルツアー専門サイトベルトラでメコン川クルーズ&ビンチャンデラ観光ツアー、ツアー代金が75ドル、日本円で約1万2000円に参加しました。ただ実際は1名で参加したため2名分の料金150ドル、日本円で2万2000円を支払いました。この日のスケジュールは午前8時半にホテルに迎えに来ていただきまして、解散はホテルかベンタン市場などを選択できましたが私はベンタン市場に15時半に解散しました。だいたい7時間から8時間ぐらいのツアーだと思います。このツアーの最終目的地はメコン川河口にある都市水戸市です。水戸市はホーチミンから約70キロ、多分1時間半ぐらいかかったと思います。はい、それではレストランオプショナルツアー出発します。昨日行ったハイランドコーヒーもすでに営業していましたね。今回のツアーの参加者は私しか応募していなかったので運転手さんと日本語ガイドさん、そして私と3人でした。他に参加者がいなかったのでちょっと寂しかったですね。ホーチミンの郊外の街を走行しておりましたがガイドさんの話によりますとこの辺りのお店でアヒルや豚を買ってお土産にするそうです。ここから高速道路を走行しました。お金を支払っておりませんでしたので多分無料だったと思います。ただベトナムの高速道路は日本の高速道路と違ってデコボコで乗り心地が悪かったですね。途中サービスエリアを通過しました。ベトナムの田舎の家の周りには食べる目的と家を囲む目的でココナッツやバナナ、ヤシの木を植えていることが多いそうです。ホーチミンを出発しまして1時間ぐらい走行した後トイレ休憩がありました。こちらはツアーの最後に昼食でも訪れる場所です。私は歩いてトイレに行きましたが観光バスがたくさん止まっていまして外国人観光客がたくさんおりました。トイレ休憩した後しばらく走行しますとこの辺りにはカフェと書いてあるお店があります。そのカフェには奥に女
生がいて、料金が20万ドン、日本円で約1200円でちょめちょめできるらしいです。この辺りに何か所かあるみたいですので、興味のある方は調べていってほしいですね。トイレ休憩した場所から15分ぐらいで最初の目的地、ビンチャン寺に到着しました。私は門をくぐって中に入っていきました。左側には大きな大仏もありましたね。ガイドさんにここで記念写真を撮っていただきました。ビンチャン寺は1849年に建築されたお寺です。中国とフランスの建築様式を取り入れた外観を持つお寺だそうです。私はお寺の中にも入ったんですが、中に仏像がありました。ビンチャン寺では20分くらい観光しました。その後メコン川クルーズをするため船着き場に移動しました。水戸市内を通過してしばらくしたらメコン川クルーズの乗船場に到着しました。船着き場に案内図がありましたが、黄色の枠のトイソン島まで船で移動しました。私はメコン川を見ながら船に乗り込みました。船が4台並んでいまして、私が乗船した船は一番奥でした。サービスでココナッツドリンクをいただきました。メコン川を眺めながらココナッツドリンク、熱かったので美味しかったですね。はい、船が出発しました。途中かなり省略しておりますが、乗船していた時間は10分ぐらいだったと思います。私は船を降りて島の中を歩いていきました。こちらでおばさんが蜂の巣を持っていました。私は蜂の巣の蜂蜜をいただきました。甘くて美味しかったですね。こちらで蜂蜜を入れたお茶を飲ませていただきました。お茶を飲んだ後、ロイヤルゼリーの売り込みがありました。このロイヤルゼリーは1個30万ドン、日本円で約1800円、ここ購入すれば1個おまけがもらえるとのことでした。私はさすがに高かったので買いませんでしたね。こちらにニシキヘビがいました。無料でしたので動画には載せておりませんが、肩の上に載せてもらいました。かなりずっしりと重かったですね。ニシキヘビに触った後、トイソン島の中を歩いていきました。途中馬の乗り物なんかもありましたね。しばらく歩いていきますとココナッツキャンディー工場がありました。観光客が一生懸命ココナッツの皮を剥ぎ取っていたんですが、かなり大変そうでしたね。女性の方がカットされたココナッツキャンディーを一個一個包んでいました。ここでお土産が買えるんですが、左に見えるキャンディーは1個3万ドン、日本円で約180円、右に見えるものは1個5万ドン、日本円で300円でした。私はこちらでココナッツキャンディーを買って帰りました。この通り沿いにはお土産なんかもたくさん売っていましたね。しばらく歩いていきますと、この場所で島の果樹園で採れたフルーツを試食しました。こちらではショーした女性が幸せな手を叩こうなど歌ってくれました。わたら10万ドンのチップを渡しました。私はフルーツを食べた後、手こきボートの乗り場まで歩きましたが、ドラゴンフルーツなどの果物の木などをガイドさんに案内してもらいました。しばらく歩いていきますと、手こきボートの乗り場に到着しました。すでに漕ぎ手の女性が船で待っていました。鶴には船がたくさん光っていまして、日本人は見かけなかったんですが、賑わっていました。何箇所も手こきボートの乗り場がありましたね。乗船時間は20分くらいだったと思いましたが、おじさんクルージングを楽しめました。
私は手こぎボートを降りてエンジンボートの乗り場まで歩いていきました。離島の船着き場に到着して船を渡って降りました。メコン川リバークルーズの後に一度トイレ休憩で立ち寄りました。メコンレストストップという場所に昼食を食べるため再度来ました。こちらにはベトナムの雑貨やお菓子などお土産になりそうなものがたくさん売っていましたね。このレストランめちゃめちゃ広かったですね。私はベトナム女性店員の案内でこちらの席に案内していただきました。レストランの中の様子です。池の奥にも建物がありました。一番上の水槽に離島の名物料理ゾンミ魚がいました。こちらはライスボールと呼ばれるもち米を揚げた料理なんですが、職人さんが丁寧に揚げていました。今回食べたメニューです。料理はツアーでしたのでコース料理になっていました。ドリンクは別で注文したので、私はサイゴンビール65,000トン、日本円で約400円を注文しました。こちらがゾウミミ魚の唐揚げです。見た目的にかなりインパクトがありましたね。このゾウミミ魚の身をベトナム女性店員さんが野菜などと一緒にライスペーパーに巻いていただきました。ゾウミミ魚の味は日本のタイのような味で、泥臭さもなく淡白な味で、あれと一緒に食べますと美味しかったです。ライスボールも揚げ餅で甘みがあって美味しかったです。それ以外にも揚げ春巻きや鍋など食べきれないほどの料理を堪能できました。メコンレストストップで昼食を食べ終わって、ホーチミン市内に向けて出発した時間が午後2時ぐらいでした。帰りの道中、日本語が話せるガイドさんにホーチミンの情報などを聞いていました。このツアーの解散場所はホテル以外の場所でも OK でしたので、私は観光スポットのベンタン市場の近くで解散していただきました。ベンタン市場はホーチミンの人気観光スポットであり、広さ約1万平方メートルの場内に食料品から雑貨、衣服などを売っています。また飲食エリアもあり、ベトナムグルメや南国フルーツなどを食べることができます。それでは第1番の中に入っていきたいと思います。狭い通路に店員や観光客で乗ってましたね。店員が話しかけてくるんですが、チェックの場合もありました。ただ買いたいものがない場合は無視していけば諦めると思います。この辺りは服を売っているお店が多かったですね。偽物のブランド品もたくさん売っていました。私はまっすぐ歩きながら撮影していたんですが、通路にもお店がびっしりありました。飲食エリアでは南国フルーツを使ったジュースなどを飲むことができました。私はこちらで青い枠で囲んだココナッツジュース25,000トン、日本円で約150円を注文しました。動画を撮影するのを忘れてしまったんですが、この日2回目のココナッツジュース美味しかったです。ベンタン市場のすぐ近くにある冷凍が良いと言われている両替所です。右に紹介しているお店がベンタン市場の近くにある両替所です。こちらの冷凍が1万円で168万ドンでした。私が何軒か両替所を回った中では一番レートが良かったです。もしベンタン市場に行く機会がある場合はここで両替されたら良いと思います。私はベンタン市場を散策した後、ホテルでシャワーを浴びたり休憩をしました。その後夕食を食べにベトナム料理の人気店シークレットガーデンに行きました。こちらの場所はホーチミン市人民委員会庁舎の裏手のエリアにあります。お店が道路沿いではなく、こちらの道路の路地を奥に歩いていかないといけないので、少し分かりにくいかもしれません。こちらの古いビルの屋上にありました。このビルはエレベーターがなかったので歩いて階段を上りました。私が行った時は満席で、日本人観光客が町屋エリアで待っていました。お店の中の様子です。
開放感がありすごく賑わっていましたので、欧米人や日本人に人気があるお店なんだなと感じると思います。メニューはこれだけではありませんが、さまざまなベトナム料理を食べることができると思います。私は赤色の枠で囲んだエビのグリル185,000ドン日本円で約1100円と、海鮮チャーハン125,000ドン日本円で約750円、サイゴンビール50,000ドン日本円で約300円を注文しました。この日はたまたま混んでいたからかもしれませんが、私は一人でしたので外国人と同じテーブルで食べました。海鮮チャーハンは米がパラパラで味もしっかりしていまして美味しかったです。エビのグリルは塩とチリソースの味とかマッチしていて美味しかったですね。サイゴンビールは日本のビールよりもライトの味で飲みやすくてグイグイ飲めちゃいましたね。どの料理も美味しかったです。私は夕食を食べた後、ベトナムに来たらマッサージを受けたいと思っておりましたので、レタントン通りの近くにありますミューミュースパに行きました。この時雨が降っておりましたので、バイクではなく車をグラブで配車しました。雨でもバイクがたくさんいましたね。雨がっぱを着てバイクに乗っていました。こちらのマッサージ店はお店の中がすごく綺麗でしたね。荷物を入れるロッカーもありましたし、マッサージ用の服も用意されていました。またフリー Wi-Fi も利用できました。マッサージが終わった後、お茶とシャーベットを出していただきました。こちらはマッサージのメニューです。本当は70分のフットマッサージを受けたかったのですが、予約が埋まっていまして、赤色の枠で囲んだ35分のお手軽フットマッサージ20万ドン日本円で1200円を受けました。こちらのマッサージ料金はチップ込みだったと思います。マッサージの様子です。短い時間でしたがすごく気持ちよかったです。ホチミンには日本人街と呼ばれるエリアがあります。地図で赤枠で示したエリアに日本食レストランやマッサージ、日本人向けのカラオケスナックなどがあります。レタントン通りを歩いてみました。日本の焼肉レストランの見たくもありましたね。外に若い女性が立っているお店はマッサージ屋か怪しい店だと思います。今歩いている通りはレタントン通りを左折しました台湾の通りです。旭川に出店していないファミリーマートもありましたね。ズマヤというマッサージ店はコスパが良くて人気があるそうです。ホールハウスというお店はガールズバーみたいですね。ここからカラオケスナック、日本のイメージですとキャバクラがあるエリアですね。この辺りは普通のレストランがあったりしましたね。右奥に女性が立っていると思いますが、あそこに多分カラオケスナックがあったと思います。私は少し離れた場所にありますカラオケスナックフォーユーに行きました。私はフォーユーに行くためレタントン通りをこの路地を左に曲がりました。薄暗い路地を歩いていきました。こちらを右に曲がりますとすぐにフォーユーに到着できました。このお店はほとんどの女性が日本語が話せるベトナム人女性です。このお店のお客さんは日本人もしくは日本人が連れてきた外国人のみだそうです。お店の中に入りますとカラオケルームのような部屋に連れて行かれまして、そこで接客できる女性が目の前に並んでくれます。それを見て気に入った女性を選びます。このお店のホステスさんは日本人好みの女性ばかりで、年齢は20代から30代後半ぐらいまでいたと思います。私は30歳ぐらいの小柄な女性を選びました。このお店の料金システムは2022年9月現在で、飲み放題が100万ドン、日本円で6000円くらい、そして女性が飲んだ飲み物代、接客した女性ママもしくはチママボーイさんへのチップが必要です。信じてもらえないかと思いますが、私は飲んだだけでしたのでトータル215万ドン約1万3000円払いました。このお店の女性はどうなのか分かりませんが、カラオケスナックの女性は交渉次第でその後連れ出してちょめちょめできるらしいです。その場合はさらに200万ドン
1万2000円くらいかかるそうです。ベトナムのホステスさんはバイクで通勤していまして、仕事が終わったらゲンチャリでヘルメットをかぶって家に帰るそうです。ベトナム女性とホーチミンの夜を楽しみたい方はぜひおすすめだと思いました。私はカラオケスナックで楽しんだ後、ベトナム最大のナイトスポット VBN 通りの様子を見に行ってきました。 VBN 通りは私が宿泊していたホテルに近かったですね。私はアラビニア通りからバイクで向かったんですが、この辺りからストライクのマナーとたくさんありましたね。この辺りにいるタクシーも通常の数倍の運賃を請求されるケースがあるようです。こちらが通りの入り口でしたね。私が行ったのは日曜日の深夜でしたが、にぎわっていたと思います。はい、それでは通りの様子を撮影しながら歩きたいと思います。置いてありまして、歩きにくかったですね。どのお店もめちゃくちゃイルミネーションが派手でした。奥には店がいるのが見えましたね。金曜日は曜日通りにしていたらもっと良かったんじゃないかなと思いました。ただここは販売などもあるようですので、特に歩きは危ないと感じました。映像は iPhone で撮影している映像なんですが、画質や音質が GoPro よりも良いと感じましたね。ただ iPhone は画角が狭いので、全体を撮影したい場合はGoProで撮影しないとダメなんですよね。VPN 通りはベトナムの夜を盛り上がりたいと思ったらぜひ行った方が良い場所だと思いました。久しぶりにおじさんも撮ってみたかったんですが、2年かけて地蔵になっていました。今度した際には水劇場の横でダンスしたいと思います。それで今回の動画は以上になります。ホーチミンのスマホバースデーの映像を見ながらエンディングさせていただきます。今回のホーチミン旅行パート3の動画は、日本側のワークルームツアーや年単市場、両替情報、インプロ、ベトナム料理、マッサージ、そして日本人街のナイトエリアやベトナムのナイトスポット VBN 通りの紹介など盛りだくさんの内容ではなかったんじゃないかな。この作成予定のパート4の動画では、ホーチミン滞在最終日の様子を紹介できればなと思っております。もし作成した場合には、そちらの動画もぜひご覧いただければ嬉しいです。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今度 VBN 通りに行ったらナイトクラブでおじさん踊っちゃうぞ。